これから長期連携の前後におけるメンテナンスポイントをご説明します。お願いします。まずは、機械を低速回転させているときに流れる電流系の変電値を記録しておきます。リンクがローラーに巻いてあったりすると、モーターにかかる負荷も変わり電流値も変わってくるので、ローラー洗浄などを全て終わらせた後に空で運転させているときに、記録することをお勧めします。基板内の部品など、電装品を、長期連休前に掃除される際は必ずエアガンを使わずに、掃除機等で優しく吸い取ってあげるように掃除を行ってください。印刷機械の主電源を落とした後にコンプレッサー内のエアと印刷機械内のエアを排出します。ハウスエアの場合は大元のコックを閉めていただき、機械へのエアの供給をなくします。本機のエアは黄色いシャッターを下に下げることで抜くことができます。次に電球明けの機械稼働の注意点を説明していきます。まず工場内の空調等ですが、できれば稼働する日の前日から運転開始をしてください。次に機械のオイルバスの中にある油量を油面計で確認します。電源オフの状態で油面計が、オイル上限まであるかどうかを確認してください。もし足りなければ、補充を行ってください。次に、印刷機械の主電源をオンにして、給油ポンプを10分間以上回転させます。電球明け等だと、機械を長期止めている状態でカバーの中の部品が、油が切れている状態になっていますので、この動作が必ず必要になっています。次に、エアを機械に送ります。コンプレッサーの場合はコンプレッサーの圧力が上限まで溜まってから本機に送るようにしてください。連休明けの最初の稼働の際には念のためエア圧が正常な数字までいっているかどうかを確認してください。エアを入れましたら、次は、機械を感動運転で回します。この作業で、カバー内の、駆動系の部品にオイルを行き渡らせます。空転する時間は、できれば半日程度が望ましいと思われます。感動空転で異常が見つからなければ、次は、各エアシリンダーの動作チェックを行います。特に冬場などの連休明けになるとエア漏れが多発するケースが多いので、最初にエアシリンダーの動作を確認しておくことがおすすめです。
エアが切り替わる音が正常にすれば、問題ないんですが、稀にエア漏れの音などが、着の際にするなどといった現象が出ます。その際は、パッキンが、劣化している可能性がありますので、何度か着脱を行ってみてください。各エアシリンダーのロスチェックが終わりましたら、次は1時間程度低速空気を行ってください。その際に、連休前に測っていただいた、電流計の電流値を確認してもらい、連休前と差異がなければ正常になります。もし電流値が、高いなどある場合は、オイルが、正常に